日本で一番すごいと思ったゴールキーパーは誰ですか。本田圭佑さんとサッカーの考え方で近一番近い監督は誰ですか。難しいな。ゴールキーパー一人選べないですね。ただ僕が名古屋に入った時の楢崎誠吾さんは、間違いなく日本一のゴールキーパーだったとも思うし、でそのライバルの川口さんもそうだし、で今ずっと日本代表でやり続けている川島英二、いずれも皆さん日本一のゴールキーパーなんじゃないかなと思います。